はようございます。私はですね、大阪で本格フランス菓子を引き算のレシピで作るお菓子教室必須なずたをしております大下香織です。教師の先生になりたい方やお菓子を販売したい方に向けて、お菓子作りや集客のサポートをさせていただいております。皆さんおはようございます。かよさんもみゆさんもけいこさんもエクシングさん、毎朝毎朝ありがとうございます。今日はですね、5月15日になりましたね。ライブを始めて5月15日まで、させていただくという話で、今日がその日になったなとすごいちょっと思ってました。ちょっと自分でも感慨深いなと思いながら、させていただきました。でこうしてね、毎朝皆さんたくさん集まってくださってて本当に感謝です。今日を一旦、最後にして、でまた仕切り直して始めていきたいと思います。で、私はですね、来週から月火と朝の7時半から、ライブを、継続していこうかなと思っていますので、また皆さんよろしくお願いします。で今週はもうこれで終わりで、なしで、私一回休むの大好きなので、ここまで頑張った休もうっていうタイプです。あ、みゆさんありがとうございます。先生お疲れ様でした。今日のお洋服も素敵です、ということでありがとうございます。今日はなんか素敵ですって言われた服を着ようと思って、はい、引っ張り出してきました。あ、ターミーさんもおはようございます、ありがとうございます。今日ですね、お話ししようと思っていることは、よいしょ、まあ、1ヶ月連続ライブをしてインスタのいいところっていうところをね、お話できたらいいなと思っています。でもその前に私はちょっとお話したいことがありましてですね、私はまずは最初に私のコンサルさせていただいているメンバーにちょっと感謝を言いたいなと思っております。このライブを始めることができたのも、その、私のコンサルメンバーで動画祭りに参加するって言ってくださった5人のメンバーがすごく私に勇気と元気を与えてくれました。で、その方々にまず私はすごく感謝を言いたいです。ありがとうございます。でちょっとだけ一人ずつのことをお話しさせてください。まず最初はですね、スイーツミューの安西優子さんですね。今も参加してくださってて、毎朝8時半から彼女も1ヶ月ライブをされてました。で昨日でね、一旦終了で、なんか最後の見たらちょっと私もなんかうるうるしちゃったんですけど、彼女がインスタライブを1ヶ月頑張りますっていうことで、私は何の指導もしていないんですけど、やってそれも動画祭りの一つとして動画としてあげますっていうことで、されました。でやっぱりライブなので8時半からするというので、見た時になんかすごい、やっぱり何でしょう、熱量を感じるというか、すごいやっぱりググッと感じて、ああ私も頑張らないとって、頑張りたいと思ったんですよね。でみんな頑張ってるのに私頑張らないわけにはいかないということで、すごいね、いい循環で回させてくださいました。で昨日で、動画祭り終了したので1ヶ月やって、最初にね、目標本数を言っていただくんですよね。で動画祭り彼女はね、100本やりますって言ったんで、昨日の報告で105本あげましたということで、本当にね、やりきられて素晴らしいなと思います。はい。で次の方はですね、カプリスイーツさんとおっしゃって、群馬県で12年かなお菓子を販売されているんですけれども、すごいね、人気のお菓子、地域にすごい愛されている人気のお菓子屋さんです。で案内 LINE で案内出したらもう30分以内で完売っていうようなお店なんですけれども、もっと向上したいっていうことで私のコンサルを受けてくださっています。で、そんなカプリさんが動画祭りに参加してくださったんですけど、どっちかというとなんか積極的に参加というよりも、先生が言うから頑張りますみたいな感じので、目標本数は1日1本。あ、なんかスイーツミューさん泣きそうですって、もうそうですね、そんなんちょっと最初に書いたらあかん、私すぐ泣くので、はい
かぶりさんがね、1日1本頑張りますってごめんなさい頑張りますしんどそうな声で言ってたのを、だから1ヶ月30本だったのがですね、昨日の本数聞いたら97本ですね。すごい頑張られてて、あのいい動画、本当にためになる動画作っておられます。シフォンケーキをナッペするのもちゃんと技術見せてくれたり、もう制作してるところをね、彼女は見せてます。顔出しがまだまだね、こんなおばさんの顔なんてっておっしゃってるんですけど、すごい素敵な声とあの様相なのに自分ではそう思ってらっしゃるんですが、それでだからすごいね、作ってるところとかお店を映したりされてて、すごい可愛らしい素敵なお店だし、お菓子ももうきちんと作って絶対美味しいでっていう、で作り方もね見たらねすごい参考になるので、もし興味のある方は見てください。私のどうしようかなと思ったんですけど、プロフィール行ってリットリンクに皆さんのねバーっとこう、このライブ終わってからちょっと載せようかなと思ってます。はい、カップリさんも頑張ってくださってね、本当に私も元気をもらいました。ライブも昨日ちょっとやったみたいなんですけど、はい。で、静岡県のシフォンケーキ教室パインの渡辺由紀子さんですね、彼女はライブをされてないんですけど、動画を粛々と上げてくださいました。すごいいい内容の動画です。この間初心者の方向けの、シフォンケーキの講座を作ったんですね。なのでそういう方に向けて、すごいねためになる動画を出してます。例えばですけど、底上げ、シフォンって本当底上げとか大穴がこうなんでかわからないっていうのがすごいあるけど、それをねきちんと一個ずつ回答していってます。なるほどな、なるほどなってで、ね、長くないので見やすいんですよね。すごいあの参考になる動画なんですけれども、ゆきこさんは、正社員で月金かなって働いてるんですよ、バッチリ。それの中で動画を作って、50本上げてるので、もう私はすごいなと思っています。はい。で、あとはテーブルコーディネートの広橋先生、大阪で、ご存知の方もいるかもしれませんけれども、彼女はですね、もう動画が、もう嫌で嫌でしょうがなかったんですね。だから全然やってこなかった。で、この動画祭りっていうのが来て、もう嫌だけどやりますって言ってくださって、それがすごい彼女のいいとこなんですよね。やりますって、前向きに捉えてやりますって言って、でも、やっぱりなかなかこう、あまり機会が得意でないので、なかなかスタート切れなくって、で、ちょっとこちらに来た時に私が操作をもう一回教えたら、あ、できそうってなって、そっから、急激に多分ね、数日前から頑張ってます。で、広橋さんのためにちょっと1日だけ延長しているので、1日延長もかということで、多分今粛々と作ってるんじゃないかなと思っています。彼女はこれから料理の教室向け、料理教室の先生に向けたテーブルコーディネートレッスンをもう短期でシュッとできるようなのを作っているので、絶対いい講座になるので、動画上げたら多分ねすごい皆さん見てくださる、来てくださるんじゃないかなと思ってます。で、最後に、マチコさんですね、アトリエチコさんのマチコさんですね、マチコさんは動画は上げれてないんですけれども、これって人の向き不向きってすごいあるんやなと私も勉強になりました。彼女はライブをし始めたんですよ、ある日から。マチコさんはね、小さい男の子2人お持ちで、結構ちょっと病気になったりとかね、それでなかなか時間が取れない、なのでその中でやろうと思ったらやっぱりね、こう時間取れないってマインドも下がっちゃうんですけど、それをなんかね、えいって飛び越えてくれて、ライブを、インスタライブをね、始めて、で時間をまあ決めてやってみたらいいですよって言ったら、毎日2時からされてたんですけど、またちょっとお子さんがいろいろ病気とかいろいろあって一回中断されてます。でも私、マチコさんが飛び越えた時もちょっと涙出そうでしたね。ああ、飛び越えたなと思って、あとは継続できるかなっていうところ見させていただきました。はい。そんなねメンバーと、まあ今日1日で終わるので、
あとは振り返りの会をねさせていただいて、そこがまたすごく大事なんですね。何が良かったね、もっとこうすれば良かったねっていうのをみんなで共有すると情報量が2倍3倍となっていくので、きっとねもっともっと何て言うかな、得るものがすごく増えますよね、みんなでやると。でこれをここでやめずにまたね継続、この勢いでやらなくてもいいので、でも継続しやすくなってると思うんですよ。動画作るってこんなに簡単やったんやって皆さん知っていただけるかなと思います。あ、恵子さん、広橋先生のテーブルコーデとお料理は最高です。そう、恵子さんね、広橋先生の育成クラス1年間来てくださっていましたね。多分アドバンスも行かれたのかな。そう、来てくださったのでテーブルすごい勉強になったと思います。はい、奥山さんもおはようございます。で、やっと本題、すごい10分過ぎてから本題です。インスタライブのいいところ、私が1ヶ月させていただいてインスタライブいいなと思ったところいくつか挙げさせてもらいました。それがまず1つ目が、まあ動画は人に熱量を伝える、与えることができる。で特にライブはもっと伝わりやすいなってすごい思っています。だからその私が優子さんからも受けたこととか、マチコさんが飛び越えたこととかがやっぱり動画、あと、ね、ライブっていうのがすごい伝わりやすいなと思います。あ、マチコさんからコメント、 できてないって肩身が狭い思いでしたが、できたこと承認してくださって泣きそうですはい、そうですよ、皆さん一つずつ自分の歩みがあると思うのでそれでいいと思います。はい、で、2つ目ですね、良かったところね、まあ教室業とかは特にですけど、まあいっぱい教室業たくさんあるので、まあ教えてる内容も似ているようなところがすごくありますよね。差別化一生懸命つけようと思ってもなかなか難しいところもあるんですね。でその中でどの先生から習おうかなと思った時に、やっぱり先生が露出してて、で先生の人柄が分かって、その人柄が、あ、いいなと思ったら、そのお菓子の内容、お菓子やパンやいろいろね、内容よりもこの先生ってなることも結構あります。なのでそういう意味では動画ライブやっていくと、すごい皆さんにね伝えることができますね。はい、選んでいただきやすくなる。で私はですね YouTube ライブもしてますね。水曜日と木曜日にさせていただいてるんですけど、それと比べてどうかなっていうのを考えた時に、まあ何が違うかというとね、ここにバーッと人の名前が出てきて出てくるっていうところがすごい違うなと思います。でウェーブで返すとかそういうことができるので、なんていうかな、にぎわいがすごいあるんですよ、私やってる本人としても。で、あ、この人来てくださったんやとかを見ることができるので、なんかすごいねにぎわってる印象が自分の中で出てきます。でどうも皆さんもコメントしやすそうな気がしてます、YouTube よりも。なのでなんか気軽にねこうやって皆さんすごいコメントいただいてるんですけど、はい、しやすそうやし、まあ、気軽さが YouTube ライブよりもある気がします。あとはなんかねおしゃれなんです、インスタ、おしゃれにせなあかんなって思ってますだからちょっとまあ服も綺麗にしてるのと、あとはカバー写真をちゃんと作っとかないとバーって並んだ時に汚くなるなっていうのがあるので、その辺がね、インスタライブのいいとこでもあるし、私にとっては厳しいなと思っています。はいはい、高里さんがコメント、我が家も事例のない病気を持っている男の子があり、検査入院追われる時が来たりするので胸に響きます、頑張ってくださいませっていうのがきっとマチコさんへのメッセージですね。ありがとうございます高里さん。はい、で、最後にですね、まあ、インスタライブをしてですね、私はですね、人に、まあ、元気を少しでも持っていただけたかなと思っています。すごい朝こうやって毎日するっていうこともそうですし、こうやって喋ってるってこともそうだと思うんですけれども、なんか昨日ね、昔からの友人から電話がかかってきて、久しぶりに見てるでって言って、毎朝私が最後に元気に行ってみようっていうのを見て笑って、
あ、元気で行こうって思ってるって言ってました。で、私元気で行ってみようっていうところまで誰も見てないかもと思いながらちょっとやってるんですけど、あれがまあ誰かの胸にちょっと笑いにでもなんか思っていただいたらいいなと思っています。はい、ということが私がまあインスタライブやってよかったなと思うことです。インスタライブやっていいこといっぱいありました。で、1ヶ月やりますって言っていいことがいっぱいあったので、なんか1ヶ月やりますって言ったらどうにかやるしかないので、内容も一生懸命考えますよね。で、1日ちょっとぼーっと考えてるんですけど、この今日のライブ何しようって思うのは1時間前ぐらいからがっつり私こうパソコンの前に座って、今日あの内容この内容っていうのをバーッとあらすじを書いて今にあります。なのでまあやりますって言って1時間時間取っていただいて、もうやっちゃえって感じで皆さんはい、やってしまってください。皆さんいいことがいっぱいあるし、こうして皆さん集まって応援してくださる方がねいっぱいあります。はい、で、今日はですね、見てくださった方にちょっとプレゼントをご用意しようかなと思っております。はい、よいしょ。で、ですね、まあ最近できてないんですけど、この、高橋貴子先生のお告げカードですね。このすごいね、いい言葉がいっぱい書いてますので、1日1枚引いていただいて、今日は私はこんな言葉が与えられたとか、そんな感じでやってみても楽しいと思います。これがね2セットぐらいあるので、私のメルマガに登録していただいて、そこからご連絡いただいたら、送らせていただこうかなと思うんですけど、まだあります。これですね、これも高橋貴子先生のマインドの本ですね。めちゃくちゃいいので、すごいね、やっぱりマインドが大事、いかにマインドが大事かで、こういうふうにすると、心を調整して前に進めますよみたいなのを、書いてあります。で、もう一つね、こちらも、あるので、感情時間術っていうのが、まあ、時間の管理が皆さん今、大変な年代だと思います。で、まあ、これを読むと、うまいこと、時間を配分できるのと、時間って感情だよっていう話がすごい面白いです。で、マインドの本、時間の本、で、お告げカードを、どれ、か、優先順位を書いていただいて、1番トランプ、2番マインド、3番時間みたいな、どれかを送らせていただこうかなと思います。多分ね、結構数があるので、登録していただきますと、送れるんじゃないかなと思います。で、住所と名前と電話番号を、私に送っていただけますと、送らせていただきますので、よかったらどうぞですね。はい、皆さんありがとうございます。ちょっと私、皆さんちょっとずつね、あ、皆さんそうですね、はい、あ、かよ先生もありがとうございます。かよ先生本当にもう私よりもずっと3ヶ月以上は毎日ライブ続けておられますね。本当にホームページ制作とか、ペライツの制作とか、あとはもう集客のマインドももう本当によくできた方なので、毎日12時からライブされてますね。かよ先生ありがとうございます。あ、みゆさんもありがとうございます。けいこさん、カシュケットさんはですね、私の一番最初ぐらいのヒスナズタのプロコース入ってくださった、あの辺ね、けいこさんもターミーさんも、くださった方です。今はですね、お菓子教室、素敵な神戸の方で素敵なお菓子教室をされております。あ、こうさんね、こうさんレモンケーキ、阪神百貨店で販売されてて1時間で完売ですって、すごいですね。で、私レモンケーキ全体に少ないのかと思ったら、こうさんのだけが売り切れてるんですよ。すごくないね、え、すごい。エキシングさん、こんにちは。エキシングさん、私ね、どなたか拝見、わからないんですよね。もしよかったら、なんか DM かなんか、もしくはこの応募をしていただいて、なんかコメントいただけたらめちゃくちゃ嬉しいです。あ、初夢さんは、あん工房ですね。私のレンタル工房でお菓子を作っていただいてて、くださってて、今ね、木、金、土と開けるように頑張っておられます。で、土曜日はもう全部完売で、うまいことできましたとおっしゃってました。ぜひね、皆さんもすっごい美味しいパウンドケーキを作られるので、
お店に来てもいいし、ネットの販売もあります。あ、カムさんですね。カムさんありがとうございます。カムさんはあれです、あのミュウさんの知り合いで、ミュウさんのところに お家に私はお菓子をレッスン行ったことがあるんです。埼玉の東浦和なんですけど、そこに来てくださってね、あの教えることができた方です。お店で今販売もされてるんですかね。はい、頑張ってください。 YT1941011 1941年1月11日かな、分かれへんもしよかったらコメントいただけたら嬉しいです。あ、やっこさんありがとうございます。やっこさんね、今プロコースで習ってくださってる方ですね。すごい一生懸命ね今学ばれてます。ターミーさんもすごい、ターミーさんもヒスナータのプロコースの最初の頃に、入ってくださった、もう一番最初じゃないかな、もうターミーさんが。で今ね奈良の方でお菓子を作って販売されてます。すごい美味しくて、もうきちんとしたお菓子を作られてます。はい、ありがとうございます。あ、なおよちゃんね、なおよちゃんはもうすごいインスタグラマーですね。もうなんか1万人以上のフォロワーを持ってて、岡山県でフルーツとか、まあを主体としてお菓子を作ってたんですけど、今最近ちょっと覗いてないからわからないけど、ちょっとすごいインスタグラマーですよ。はい、21さん、美佐子さん、あ、ありがとうございます。よかったらまたコメントいただけたらと思います。あ、恵子さん7時半に参加できなかったらアーカイブで拝見しますね。はい、ぜひ、焼き菓子さん、焼き菓子さんありがとうございます。ちょっと私わからないわ。もしよかったら DM いただけたら嬉しいです。ひままさん、ひままさん、あ、ちかちゃんかな、もしかして。ちかちゃんありがとう。はい、りょうこ、北村さんもありがとうございます。はい、カプリさん、マリコ、おね、ワンハート、はあ、なるほど。はい、ゆめかさんもありがとうございます。皆さん本当に、あ、まきこさんも毎朝見ていただいてありがとうございます。はい、ロースイーツさんも、ジロさんもですね。あ、あのルミちゃんありがとうございます。あ、しーちゃんは私が昔埼玉県に住んでてね、そこであのからの付き合いなので、埼玉から見てくれてるんだなんてめちゃくちゃ嬉しかったです。あ、奥山シェフですね、毎週木曜日の21時のお菓子の部屋でいつもお話しされている素晴らしいシェフです。本当ね、見てくださってありがとうございます。高里さんですね。はい、ふみぽんじゅさんもありがとうございます。よかったらコメントいただけたら嬉しいです。あ、 DM か何かいただけたら嬉しいです。あ、京子先生、もう京子先生はもう皆さんご存知かもしれない、もう24年以上お菓子教室されてて、本当に成果なんかわからんかったら何でも聞いてくださいって感じの、何を言ってもご存知の先生です。はい、マインドの本大好きで、もう何度も読んでますということですね。あ、朝のこの時間ってすごいベストでした。みんな7時半より8時の方がいいのかな。子供たち送り出して自分の朝ごはん食べて見てます、って、すごい。あ、高里さんすごい、レモンケーキ最高でした。あ、平塚さん、カムさん、へえ、何やろう、初夢さんの食べていただいたのかな、すごい。リングさん、レミさん、あ、ターミーさん、大下先生ありがとうございます。あたいで、あ、リアタイムで見れないときはアーカイブで見させていただいていました。ありがとうございます。あ、しーちゃん8時がいいです。あ、そう、なんか8時がいい人、8時がいいって、ちょっとどっかで LINE でも何でもください。それによってちょっと変えます。あの水曜日にね、あのルミちゃんと、やってるので、それでちょっとかぶったらややこしいなと思ったんですが、水曜日やめたので8時でもできるので、一回じゃあ検討します。7時半か8時かで、また私はメルマガの方に流すので、皆さんよかったらメルマガ登録していただけますと、いろいろ情報が流れていきます。はい、あ、今から参加してくださったピンクティーさん、ありがとうございます。あきちゃん、なっちゃんさん、ありがとうございます。はい、ということで今日も長くなりました。皆さん1ヶ月ご拝聴ありがとうございます。ゆうこさんが8時がいいですっていうので、はい、もう、あ、皆さん8時がいいですね。じゃあ8時にします。来週の月火から毎週月火8時にしますので、皆さんコメントありがとうございます。はい、
ということで皆さんプレゼントもありますので、よかったら、メルマガ登録していただけたらと思います。はい、ありがとうございます。本当に皆さんとこうやって絡むことができて、私もめちゃくちゃなんか1ヶ月実はめちゃくちゃストレス溜まらなかったですよ。やらないとっていう気持ちがね、いつもどっかであるんですよね。それが朝やっちゃったからすごい楽やなと思います。はい、ということでまだ終わらないので、来週また月曜日から皆さんよろしくお願いします。今日はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。失礼します。